高貝恵美子さん、はい、よろしくお願いいたします。高貝恵美子です。なんとか今国会でこの法案が成立しそうな見通しが立ち、本当に嬉しいなという気持ちであります。修正協議にご尽力くださいました先生方にまずは、感謝を申し上げたいと思います。それで先の衆議院での審議の中で総理が今国会で法案成立の上は3月11日より前に発足できるよう準備しますと高らかに宣言をなさいました。暦で確認いたしますと、この日、来年の3月11日は日曜日です。それで総理は遅くてもその前の金曜日9日までに復興庁を動かすんだと、発足するんだと、こういう願意を持って発言をなさったものと存じます。それでわずか1月ぐらいではありますけれども、今年度内に動く、仕事が動いていくということになりますから、この認識で間違いないかどうかということをまずはお伺いしたいと思います。平野国務大臣。今国会の復興庁法案、衆議院においても、また今、参議院でも今、議論していただいておりますが、さまざまなご提案もいただきました。でこの法案が成立しましたら、できるだけ早くとにかく発足させたいというふうに思っておりまして、まあ、私は3月11日が一つの、まず大きな節目になるでしょうと、なるんじゃないかという認識を持っておりますけれども、いずれできるだけ一日も早く、この復興の庁の、を発足させたいというふうにも思っております。で、一方で、実際の仕事はですね、もう復興本部でやらなければならないことはたくさんありまして、それも同時並行的に進めて いるということであります。高貝恵美子さん。はい、発足時の人員配置とか組織体制の整備、それから各々の役割とか首相事務分担の明確化、そういったものを動かしていくための経費が生じてまいります。一月分とはいえ、その手当ができているのかどうか、それから4月以降の本格稼働に向けた組織体制、人員確保配置、それから次年度特別会計等の予算要求、あるいは自治体からの特区申請の審査、受理、それから資金配分、こういった実務の大まかなスケジュール感、フローについて、現在、準備が進んでいるものと思いますが、少しだけ情報提供をお願いできますでしょうか。平野国務大臣。復興庁に、必要な、設置に必要な予算につきましては、内閣官房に計上されている復興対策本部の経費や、内閣府に計上されている復興交付金等の予算を、予算査査12条の規定により、復興庁に移し替えることで、これ、対応が可能でございます。その方向で対応したいというふうに思っております。で、一方で、特別会計、どのように組み立てるか、こういったことについては、今、財務省等とも、検討中でございます。特別会計については制度設計をして、24年度予算、少なくとも24年度予算には、その枠組みで編成をすることになるというふうに思っております。高貝恵美子さん。はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。10年間の計画といっても、もうすでに1年が経過した後で、この事業が動き出すということになりますもので、法案が通ってから、詳細を詰めるということでは、先の総理の決意も発言も信憑性を失ってくるのかなというふうに思われますので、担当大臣からもぜひプッシュをしていただきますようにお願いを申し上げたいと思います。それから、修正協議の過程でですね、実質的な復興推進機能が持たされていない形骸官庁としての位置づけだった当初の、提出法案から、ずいぶん肉付けがされたというか、魂が込められた、そういう修正が加えられた思いがしているんですけれども、実は、梅雨時ぐらいから、地元はもう元に戻ったでしょうとか、あるいは当初の危機意識も薄れて、何か遠くのことに感じるようになっちゃいましたよといったような言葉をかけられることが出てきまして、非常に虚しい気持ちに陥ることがしばしばありました。現地ではその頃、いよいよ蒸し暑さが増してきて、そしてみんな扇風機もかけないで節電に努めて、首にタオルを巻いて水筒を下げて、全身汗もだらけで一生懸命暮らしてたんですね。でその段階で心が離れていってしまっているという、そういう状況をお聞きするのは非常に私もつらかったんです。で人災とも揶揄されるほどに効果的な復興支援策が推進されない
この現実を見てまいりますと、その要因というのはひとえに実践力とか現実感の乏しさに由来しているのではないかなと、そういう気がいたします。地域内に入り込んで、そしてそこで暮らしを営むための何が失われて何を補っていかねばならないのか、こういったことを共に考えて悩んで方向性を吟味する機動力が必要だと思うんです。で、それを進めていくときの国、県や自治体、それから地域住民、県外の、方々の国民参加、あるいは企業団体の、取り組み、こういったようなことを地元の方々と協議をし情報収集する、それと対処高所からの、分析や判断を加えていく、そして一日も早くふるさとを取り戻していくための方策を打つ、その大きな流れを作っていく仕組みがどうしても必要だと思います。修正協議に当たられた谷先生にぜひお伺いしたいなと思うんですけれども、自治体が主体的に取りまとめていく復興計画の提出を待つことだけではなくて、国としても10年間をしっかり見越した形で、いつ頃までにどういう部分について何を進めていくのか、こういったような国家的なアクションプランというのが必要ではないかと思いますし、それを進めていくときに、さまざまなこれまでの災害復興のアイデアも生かす必要があるんじゃないかなというふうに思います。何かこの点に関しましてお考えございますでしょうか。修正案提出者、衆議院議員谷公一君。高賀委員にお答えいたします。復興を進めるにあたって、目標を明確にして、そして工程表を作って、住民なり国民に明らかにするということは大変大切なことだと思っております。政府においては7月29日に東日本大震災からの復興の基本方針というのを定め、そして復興施策に関する国の事業計画および工程表を8月26日に作り、11月29日に見直したと承知しておりますが、おそらく私もすべて見たことはありません。あまりにも膨大です。あまりにも抽象的です。例えば復興住宅、仮設住宅はほぼ終わりました。じゃあ住まいの復興、復興住宅はいつ建つんですか。いつ頃までに何戸建てるんですか。それは今工程表でも明らかにされておりません。言われるようにはっきりした、明確な目標、時期、そういったものを地元の自治体はもちろんですけれども、国の方ももう少し、しっかりと骨太のリーダーシップを持ったアクションプランと申しますか、工程表といいますか、そういうものが私個人としては必要だと思ってますし、ぜひそのことを政府に強く期待をしたいと思います。高貝恵美子さん。ありがとうございます。平野大臣はこの点どんな感想をお持ちでしょうか。平野国務大臣。今谷法案修正者から、提出者からご指摘ございましたように、例えば海岸とかですね、港湾とか漁港とか、あるいは学校施設とか、こういった施設ハードについては、かなり私なりにしっかりとした工程表は示したつもりでございます。しかし、復興の鍵となる、例えば、新しい復興住宅をどこに作るかということについては、残念ながらまだ工程表を示すことができませんでした。ここの部分につきましては、今、被災地域が、その被災者とのさまざまな対話を通じて、今、計画を作るべく、鋭意、今、取り組んでいるところであります。で、私どもとしても、この取り組み、しっかり引き続き支援してまいりまして、できるだけ早い段階でですね、地域の、その、住宅の再建計画ということも、しっかり示すように、したいというふうに思っております。高貝恵美子さん。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。やっぱり生活再建をしていくためには住まいが確定されて、そこで職を得ていく、収入の道を得ていくということも大事ですし、地域内で安全に暮らすことができる、安心して暮らせる、こういう環境を確保することが大事だと思います。それで先ほどの森議員の質問の中にも少し含まれておりましたけれども、今回の修正で内閣官房とともに内閣を助ける実務を担うという修正がなされておりますので、位置づけは内閣官房と並列のポジションになった、まあ、あるいはそれに近い形になるんだろうと、そういうふうに理解します。そうしますと復興推進会議は国務大臣が当たられますし、トップは総理ですから、組織構成を少し考えてみますと、復興庁の官房機能というのは内閣官房の近くに部署を設置すればいいんではないかと思います。復興庁本体は岩手、宮城、福島のうちいずれかに置くことが望ましいのではないかと思いますし、また復興局は復興庁による各省庁間の総合調整のに基づいて事務権限を分省して各省庁の出先機関の統制も行う、こういう位置づけですから、重みのある局長をそれぞれのところに配置をする、しかも常時常勤でお仕事をしていただく体制を確保願いたいと思います。さらにすべての被災県の県庁内に、あるいはまあふさわしい場所に当該自治体の復興に関する事務を取り扱う司書、あるいはそのチームを配置していただきたいと、こういうふうに思います。で、しばしば、全体の会議をどこで持つのか、それから細かな調整が必要なので東京という話が出てまいりますけれども、必ずしもその会議一堂に会することだけが効率的とは言えないことも多いのではないかと思います。例えば岩手の被災地の場合は三陸リアス式海岸のところですから、非常に地形が入り組んでいて、交通の便が不便、こういったところのリアルタイムな情報を取ろうとしましたら、テレビ会議を導入するとか、今私たちが取り得る手段を有効活用していく、こういう仕組みを導入することも必要だと思うんです。まあ、こういった点についてぜひ検討を願いたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。平野国務大臣。これからですね、復興局を置く被災三県以外の支援をどうするか、それから市長の体制をどうするか、市長をどこに置くか、これは地域の実情を再度組み上げた、地域の実情と、それから意向と再度組み上げて、きちっと制度設計をしたいというふうに思っております。で、その場合に特に今、委員からご指摘ございましたけれども、非常に三陸の地域というのは地形が入り組んでおりまして、その出先というか場所場所に小さな集落があります。そういったところにもちゃんと目が届くような、そういった配置には十分心がけていかなくちゃならないというふうに思いますし、また遠隔地とのいろんな様々な会議をやるために、例えばテレビ、電話を活用した、そういった会議等々のご提案もいただきました。そういったことも含めて、ちょっと検討していきたいというふうに思います。高貝恵美子さん。それから復興推進委員会についてなんですけれども、知事以外の委員のうち少なくとも4名を常勤の委員として本庁と各3局に配置していただくことが有効ではないかというふうに考えます。で、その元に実動チームを編成して、復興計画を効果的に推進するための技術的助言とか支援を行う機能とか、あるいは計画の進捗管理機能、計画の実施方法とか予算が妥当かどうかといったような検証作業を行う機能、こういうものを持たせるようにして、実際に動くチームをそれらのところに配置すること、それから地域内に目を通していきますと、自治体ごと、あるいは地区町内会ごとに、ニーズ把握や計画推進のための、小さなグループですね、これが設置されるような仕組みをご検討いただければと思うんですけれども、これ、私実は地域保健とか公衆衛生の方を専門にしておりまして、かつては廃科対策で日本農園を撲滅したという歴史が日本にありますし、地域の中の母子保健推進員さんとか生活改良副員さんとか、こういった今この時代にこの道のく再生のために必要な人員を配置する仕組みというのも工夫したらどうかという思いからなんです。例えば道のく復興推進員さんを任命していくとかですね、
こういった民間の参加と、もう一つは地域外から呼び込んでこなければならない人材があると思うんです。専門家を、手厚く配置しますというお話もなさっておられますけれども、例えば若手研究者の活用ですとか、ポスドク活用ですとか、こう特別必要な専門分野に精通する方を外部から呼び込んでくるような、そういう工夫が必要だと思うんです。これは各自治体内で関係